ということで、戸塚駅東口ペデストリアン駅にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。戸塚ディストルフェスカフェボリューム78、本日11時半からイベントを行っております。3番手務めさせていただきます、ギター弾き語りシンガーソングライターの森下邦人といいます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。晴天で、歌をこのイベントを迎えられてすごく嬉しいですね。東口はペデストリアン、東口は戸塚ディストルフェスカフェ、西口は戸塚ストリートライブ、左右で、イベントを行っております。ぜひぜひ夕方までイベント続くので楽しんで行ってください。曲ファーストアルバムから、シンガーソングライターの葛藤を歌った楽曲を演奏しようと思います。本日も、いろんなシンガーソングライターの方が出演していて、いろんな思いを、込めて楽曲を作って歌を歌っていると思います。僕自身、あんまり触れたくないところにも触れたり、そんな歌をいろいろ作っております。1曲目ファーストアルバムから僕はシンガーソングライターという曲を演奏します。聴いてください。
君に向けた愛の言葉を大好きだよ愛してる歌うよだって僕はシンガーソングライターなんだからこの歌が君に向けた歌だってこときっと言わないまま I just sing a song 大好きだよ I just sing a song for you 愛してる この歌の意味は僕しか知らない1曲目僕はシンガーソングライターという曲を聴いていただきました。改めましてギター弾き語りシンガーソングライターの森下邦太と言います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。戸塚ディストルフェスカフェボリューム78、もう78回目の開催となるんですけれども、本日もこちら東口ペデストリアン駅にてイベントを行っております。実は僕今日ライブに出るのが結構久しぶりで、なんかちょっと前までね、僕本当に毎週 3,4 ぐらいでライブしてたんですけれども、なんか1ヶ月に月 1,2 ペースに今最近なりかけているので、ちょっとすごい久しぶりのイベントとなっているんですけれども、今日も2ステージ歌わせていただきますので、ぜひぜひ楽しんでいっていただけたらと思います。1曲ファーストアルバムからシンガーソングライターの葛藤の曲を聴いていただいたんですけれども、もう1曲ちょっと不思議なロックな曲を演奏しようと思います。僕森下邦太、埼玉県出身、神奈川県横浜市を中心に現在活動させていただいているんですけれども、音楽をするために上京して、今拠点をこう横浜に移して活動させていただいているんですけれども、埼玉を離れた時に東京にこう東京歩いていたら道にゴミを捨てる人がたくさんいて、こう歌舞伎町とか歩いてたらなんかタバコのプラ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 をパーって捨てる人がたくさんいて、もう本当にカルチャーショックを受けて、地球はもうゴミ箱じゃないんだよって思って書いた衝動の歌を一曲演奏しようと思います。森下邦太的エコっぽいソング、不思議なロックな曲です。地球はゴミ箱、聴いてください。そしてよかったら一緒に手拍子とかお願いしてもいいですか。ありがとうございます。久しぶりなんです、この曲。ありがとうございます。この前歩いていたら道にゴミを捨てる奴がいた。地球はゴミ箱じゃないんだよ、ゴミはゴミ箱に捨てようよ。その時にふと思った、人間ってゴミみたいな存在だな、地球はゴミ箱じゃないんだと思っていたかった。僕らはゴミじゃないで吐いて捨てるほどいるけど、誰かに捨てられたわけではない。地球はゴミ箱じゃない、何でもかんでも捨てんな、ゴミはゴミ箱にちゃんと捨てよう。なんだこのゴミは名前も住所も書いてあるじゃないか、地球はゴミ箱じゃないんだよ、大切なものくらいしまっとけ。僕らは何をしてんだ、物を落としてばかりじゃないか、地球はゴミ箱じゃないんだよ、ちゃんと拾おうよ。君の夢もゴミじゃない、こんなところに捨てんな、今まで大切にしてたんだろう。
地球はゴミ箱じゃない、君の捨てた夢だってちゃんと拾い上げて持ち帰れ。不思議な手なしコーナーいきますよ。うんたんうんたんたんうんたんうんたんたんでいきます。うんたんうんたん、ありがとうございます。ありがとうございます。汚い汚いぜこの地球は、汚い捨てられたゴミで溢れている。誰かに任せるな、綺麗にするのも人間だ、君と何も変わらない。地球はゴミ箱じゃない、大切なものもいらないものも勝手に捨ててもいいわけじゃない。地球はゴミ箱じゃない、僕らがいるのはゴミ箱じゃない、だからゴミはゴミ箱にちゃんと捨てよう。ありがとうございます。地球を思いまごという曲を聴いていただきました。手拍子もありがとうございます。さあということで、戸塚ディストルフェスカフェボリューム78、本日あちらのテント、すぐそこのテントで、各アーティストの本日出演者のアーティストの物販を行っております。この戸塚ディストルフェスカフェなんですけれども、現在イベント限定グッズを販売しております。あちらにございます。この次の次に登場する富岡大輝くんデザインの、本日のイベント限定缶バッジ、あちらで販売しております。こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、あと1曲歌って僕のこのファーストステージ終了しようと思うんですけれども、ちょこっとだけお知らせをさせてください。現在92枚限定 CD10 作連続リリースということで、CD を販売させていただいているんですけれども、先日第8弾が完売となりまして、新しい第9弾のリリースが決定いたしました。ありがとうございます。11月の30日上大岡にあるひまわりの里という会場で、レコ初ライブ Sing for You というイベントを開催させていただきます。あちらに本日もチケットを持ってきているんですけれども、この92枚限定 CD10 作すべて完売で、ホールワンマンライブの開催が決定します。前回やったのが2015年の7月だったので、きっと来年の開催となると思うんですけれども、4年ぶりの開催となります。その日に向けて僕も、全力で音楽活動頑張っていこうと思いますので、ぜひぜひ、頭の片隅にでもこの企画を、留めておいていただけたら幸いです。最後に1曲音楽活動を通じて出会ったたくさんの方に感謝の気持ちを込めて書いた楽曲を演奏して、僕森下栗太のステージ終了しようと思います。最近、ライブの回数がちょっと減ってしまったのもあって、人前に立つ機会が少し減ってしまったんですけれども、もともと僕があの引きこもりだったので、あの表に出られないでずっと、人生を過ごしていて、音楽と出会って、そして活動の拠点をここ横浜戸塚に移してから、本当にたくさんの方と出会うことができました。今でもこう誰もいない場所で歌を歌うっていう、そういう恐怖っていうのはあの常に持ち続けているんですけれども、それでもいつもそばにいてくれる人のともっとたくさんの日々を過ごして、できるだけ長く日々を過ごしていきたいっていう、そんな願いを込めて書いた楽曲です。次のオールマンマンライブでも、皆さんの顔が、見えるように、そんな願いも込めて最後に1曲、運命の人に向けて書いた楽曲です。ファーストアルバムから君だったという曲を歌って終わりにしようと思います。引き続きイベントも楽しんでいってください。森下栗太でした。ありがとうございました。最後に曲、君だった、聴いてください。
姿はいつも曖昧で、いつか出会う日が来るのを楽しみにしてたんだ。もうすでに出会っていたなんて知らなかったんだ。凍えそうな冬の日も、柔らかな春の日も、いつも隣で笑いかけてくれた。雨に打たれた夏の日も、心痛める秋の日も、そばにいたのは君だった。照らしてたのは君だった。気になった曲を聴いていただきました。戸塚ディストルフェス会ボリューム78、引き続き楽しんでいてください。森下くんいたでした。ありがとうございました。戸塚駅東口ペデストリアン駅にお住まいの皆さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。
戸塚ディストルフェスカフェボリューム78後半戦残すところあと2組となりました、ギター弾き語りシンガーソングライターの森下くんにとっています。よろしくお願いいたします。いい感じでチャイムの音がノスタルジックですね。ノスタルジック、このオレンジの感じもいい感じですよね。さあそんなこんなでイベントお昼から11時半からこちらのイベントを行っていたんですけれども、あと後半戦残り2組、バラード曲も、歌いつつやっていこうと思うんですけども、1曲目ちょっとポップな曲を演奏しようと思います。森下くんいたセカンドシングルタイトル曲の装飾系男子のカットソング、だるまさんが転んだという曲を1曲演奏します。聴いてください。手拍子ありがとうございます。いつからだろう君がこっちを見るたび身動きが取れなくなってしまったのは、まるでだるまさんが転んだみたいなゲームだ。何食わぬ顔をしてその場に立ちすくむ。君に触れたいのに触れれば食わぬ顔をしてその場に立ちすくむ。君のそばにいたいのにバレれば終わるこのゲーム。どうなるかわからないけれど、いっそのことバレてしまいたます。1曲目セカンドシングルタイトル曲のだるまさんが転んだという曲を演奏させていただきました。戸塚ディストルフェスカフェボリューム78、ギター弾き語りシンガーソングライター森下くんといいます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よいしょ、今日も、夕方までねイベント、残ってくださりありがとうございます。だいぶこの後冷えてくると思うので、いろいろねイベント終わった後温まるためにね、ボディさんだったりトツカナさんだったりいろんなお店たくさんあるので、トツカナの街を満喫していってください。
そして、本日、いろんなアーティストが出演しているんですけども、あちらに本日の各アーティストの物販がございまして、イベント限定グッズを販売しております。あ、なんかいきなり告知しちゃったすいません、なんか画面つい感じになっちゃった。そう、イベント限定グッズ、この後本日トリで出演する富岡大輝くんがデザインした缶マッチを本日、こちらのイベント限定グッズとして持ってきております。1個500円で販売しております。本日のこのイベントの主催のリストルミュージックエンターテインメントの、所属アーティスト3組が描かれた缶マッチとなっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね。さあ、そんなこんなで、いろいろと、あと2曲ほど歌を歌っていこうと思うんですけれども、僕森下くんいた現在92枚限定 CD を10作連続リリースという企画をさせていただいております。森下くにたなので、くにたのくにで92枚限定 CD という中途半端な枚数で販売させていただいているんですけれども、10作すべて完売すると、ホールワンマンライブの開催が決定するということで、その日に向けて、今、頑張っています。先日第8弾の片思いのバラタという CD が完売して、今月の末11月30日に第9弾の新しい92枚限定 CD 第9弾をリリースさせていただきます。92枚限定 CD、 国丸 CD 今はねないんですけれども、いろいろと、年内にこの企画全部販売したいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。もう CD 自体は完売してしまったんですけれども、1曲その92枚限定 CD から、一番新しい第8弾の片思いのバラットという曲を1曲演奏しようと思います。今1曲目に歌っただるまさんが転んだっていう曲、すごい実は草食系男子の葛藤ソングで、僕女の人に触れないっていう人生を歩んできたんですよ。本当に子供の頃から女の人と喋ってしまうと怒られるみたいな、なんか潜在意識があって、やっぱ男社会で生きてきたので、やっぱりこう女性と触れ合うっていう行為が本当にいけないことだと思って大人まで来てしまったので、なんかこういろいろ恋愛についてもいろいろなこう何も成就しないまま人生を謳歌してるのか分かんないですけど、人生を歩んできました。そんな僕がもうこうずっと抱いているこの片思いっていうね、そんなテーマを楽曲にしました。92枚限定 CD 第8弾完売してしまったんですけど、1曲片思いのバラッドという平成予想のも上手くなってきた。いくら積み重ねても変わらない僕らの日常も、君の好きなものも当たり前にわかる。人知れず積み重ねてきた君を思い続けた日常も、季節に映り込んでしまった。モノクロの人混みの中も、モノクロのままの僕の姿、間違い探しのような日常から、君が見つけてくれたから、僕と世界が色づいた。触れてもいないのに君のぬくもりを感じてる。でもいないのに話したくなくて、離れられなくて、気がすぎだ知り尽くしたこの想い、何度も諦めてきた。これ以上求めたい。やめたって君の声を聞くたび、何度
も気づき直す。その旅すらについてしまうんだ。今でも君の幸せを願ってしまうから、君が色づけた世界でモノクロの振りを続けてる。息を殺してやり過ごそうとしているのに、君は得意げに僕を見つけるから、何度も見つけてくれる。前限定 CD 第8弾の片思いのバラットという曲を演奏させていただきました。改めましてギター弾き語りシンガーソングライターの森下邦太と言います。戸塚ディストルフェスカフェボリューム78、毎月この戸塚ディストルフェスカフェ、ペデストリアンデッキにて開催しているんですけれども、78回、本当にたくさんの方に支えられてこうやってイベントを行うことが、できています。本日も寒い中、遅くまで残ってくださりありがとうございます。ありがとうございました。森下邦太のステージあと1曲歌って、最後富岡大輝くんにバトンタッチしたいと思います。富岡大輝くん、現在 CD1000 枚販売挑戦中。7月から行っているこのイベント、年内、あと1ヶ月半、今日も、新しい CD が、出ていたり、チャリティークリアファイル等々を持ってきていたり、本当に毎日頑張っております。僕も、同じ事務所で頑張る仲間として、応援しております。ぜひぜひ皆さんもあちらに、ね、物販あるのでぜひぜひ見ていってください。最後に1曲、歌って、今日の僕のステージを終わりにしようと思うんですけれども、
11月の30日、92枚限定 CD 第9弾の、レコ初ライブを開催いたします。上岡にあるひまわりの里という会場で、30席限定の弾き語りワンマンライブ、とにかく全力で心を込めて歌を歌う、そんなイベントを、開催いたします。本日もチケット持ってきております。残り10席ぐらいあると思うので、それぐらいあると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後に1曲、そのイベントタイトルにもなっている Sing for You という曲を歌って、僕のステージ終了しようと思います。こうやってフリーライブ、今回78回目のこのイベントなんですけれども、フリーライブで歌を歌っていると、こうやって聴いてくださる方もいれば、通り過ぎる方もたくさんいて、むしろ通り過ぎる方っていうのが多分何十倍、何百倍、何百倍って言ってもいいかな、多分それぐらい多いと思うんですけれども、それでもやっぱりこうやって顔と顔を見合わせて同じ時間を共有できるっていう、そういうことに対してすごく幸せを感じております。出会えたこと、なんかすごい本当になんか何度も言ってしまうんですけども、運命って言葉にするとすごくチープに聞こえちゃうんですけれども、本当に運命だったんだなって思うことができます。きっといろんなね、日々をね、一緒に歩んだり、これから歩んだり、いろいろしていくと思うんですけれども、今こうやって顔と顔を見合わせて同じ時間を共有できるこの空間だからこそ、皆さんに、一人一人に届けたいと思います。最後に1曲、 Sing for You という曲を聴いてください。森下邦太でした。ありがとうございました。
触れることも怖かったから、何度も君の前から逃げ出したはずなのに、僕は今もここにいる。ねえ、僕が思い出話だけで夜を明かせるくらいの日々過ごしたでしょう。僕と出会って今もそばにいてくれるから、情けない日々も少しはカッコついた日も、僕は生きてきたこと誇りに思えるんだよ。ねえ、最後に曲 Sing for you という曲を聴いていただきました。戸塚ディストルフェスカフェボリューム78、あと一組、富岡大輝くん挟んで最後に、本日の出演者による合同ステージもございます。ぜひ最後までイベント楽しんでいってください。あちらで物販も行っております。森下久美太でした。ありがとうございました。